そして今日ね来ていただきましたミセスグリーンアップルの皆様にもご挨拶をお願いします。まずは大森元貴さんお願いします。みんな後だよ。あ、来た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 。おいおいおい、でもわかんギリギリわかんなくないですか本当かどうかは。あ、そうですよね。わかんない。アドさんだったんだ怒られちゃいます。アドさんじゃないんです、すいません。そうなんですよ、私がアドだよ。あ、でもわかんないですもん。わかんないからアドかもわかんない。サクサクいきましょうか。そうですよね、これ。あ、ごめんなさい、打ち合わせでここは一言でって言いましたよね。そうだ、皆さんやられてたからちょっと聞いてて。僕たちね、あの歌が歌う劇中歌、私は最強を提供させていただきました、ミセスグリーンアップル大森元貴です。よろしくお願いします。お願いします。若井ひろとさんお願いします。はい、やりづらいなぁ。普通でいいんです、普通でいいんです。あ、どうもミセスグリーンアップル若井ひろとです。よろしくお願いします。お願いします。藤沢亮香さんお願いします。はい、同じくミセスグリーンアップルのキーボードの藤沢亮香です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。で、お三方ともワンピース大ファンだと聞いて、もう最初からもう横で大騒ぎしてるの見て超嬉しそうでしたもんね。本当そうです、やっぱ信じられないよね。もう1年以上経った作品ですけども、はい、なんかこうまさか関われてるっていうのはやっぱまだ夢見心地な感じがします ね、はい。で、その改めてもその今回私は最強というね素晴らしい楽曲を提供していただきました。あのミュージックビデオの YouTube 再生回数さっき見たらもう7800万回数超えて、もう、もうあっという間に多分1億、あのストリーミング累計にするともう1億を突破しているということで、とんでもない人気の高い楽曲になっております。改めてこの私は最強を作った時の、まあ、意識されたことだったり覚えてらっしゃるか、どんなことありますか。最初にやっぱ脚本というか台本いただいてですね、いろんな資料いただきまして、で、あの小田先生からそのこうどういう背景の子なのかっていう紙資料もいただきまして、まず歌ちゃんのこう人となりというかどんなものを抱えてるかっていうのをこう掘り下げていくところから始めていきましたね。だから私は最強っていうすごくこうパンチのあるタイトルなんですけど、決してだから要は強いってわけではなくて、だから弱さを抱えてるっていうところでなんか作っていった気がしますね。そうだから最初ほら歌詞カードを見ないで見るから、はい、あの私は最強ってみんなをこう元気づける歌だけなのかと思ったら、歌詞カードとか見ると全然またいろんな意味が出てきたりしますよね。本当にそうですね、はい、なんかこう2回何度でも楽しんでいただけるような楽曲を作りたいなと思って作りました、はい。ね、え、実際にそのAdoさんの歌を入れて、それはあのどうだったんですか、実際歌を入れていく過程においては。すごかったですね、あの僕がまず仮歌を歌わせてもらって、そうなんですね、でアドちゃんがそれを聞いて多分撮ってくださったんですけど、うん、すごく僕のニュアンスだったりもなんかこう入れながらも、やっぱりアドちゃんでしかやっぱできない歌ちゃんの歌い回しだったりとかが、うんうん、なんかすごく感動しました。ねえ、え、キャストの皆さんはそれ聞いてみてどうだったんですか。なずかさんどうでした。いや、もう本当に素敵で、はい、それこそあの私収録に行く時とかイベントに行く時とか必ず私は最強を聞きながら現場に行ってたんですよね。嬉しい。やっぱりなんかこういろんなプレッシャーもあったし不安もあったし、私自身もやっぱりあの収録の時ってまだこう歌を完成しきれてない、自分の中だけでしかイメージが作り上げられてなかったので、やっぱりこう現場に行く時すごく不安だったんですけど、あの曲を聴きながらこう行くとなんかすごく背中を押してくれる感じがして、なんか自信を持って毎回現場に入れてたなって思います。藤沢さん、さっきなんかちょっと言いかけましたので、ちょっと聞きたかったのがごめんなさい、途中で今遮っちゃって、いや、本当に私は最強は、あのワンピースのこの世界観とかワクワク感をとにかく大事にしてこう演奏したいねって話をしてたりとか、うんうん、実際にこう世界の広がる海の景色だったりとか、そういうのを本当に大事にしながらみんなで演奏したなというのを思い出してました、うんうん、若井さんもちょっと当時のことを思い出していただいて、そうですね、当時のことを思い出して、こんなことあったなとか、もう自分たちのワンピース愛だったりをこう大森も歌詞だったり、うんうん、そうですし、サウンドにも超えました、ね。え、田中さん、中井さんはこの私は最強ね、あのスクリーンでも見てこの曲どういう風な印象を持たれました。最初はやっぱりあの夏香くんが言ってたのに、はい、なんかすごく背中を押してくれるっていうか、すごく元気になれる感じがして思ってたんだけど、うん、あの怖くはないのよって言われた時に絶対怖いよねっていうな、逆説的なものがすごくあって、うんうん、うちの劇団にね、あ、またこれな、あ、長くなったらごめんなさい、うちの劇団に男の女優さんがいるんですけど、はいはい、男の女優さんがいるんですけど、はいはいはい、その、彼女があのお客さんに向かって、さあ
怖くないのよって言った時すごい怖いんですね。なるほど。あの、うん、なんかそのだから歌っちゃんがもえ黙れババって言っていいよ。言ってないよ、言わないですよ。言っていいよ、ごめん。でもないそんなこと、はい。でもその逆説的なその私は最強、黙れババって言えばいい。いやいや、言わない言わない。なんか、はい、そういうのはなんかあの聞けば聞くほどちょっと怖い歌じゃね。そうそう。じゃあ、ある意味無理やりこう奮い立たせてる感じ、ね、そうですそうです、はい、あの絶対的に自信だったりがないようなあるようなっていう、うん、その狭間の中で揺れてるんだけど自分をこうどうしても鼓舞して進めなきゃいけない局面がやっぱりあるっていうのとかはやっぱり皆さんそうなのかなっていうところで意識して書きましたね。音聞いてるとすごく元気になれるんですよ。そうですね、うんうん、なんだけどちょっと言葉を聞いちゃうとちょっと怖い、うん、ありがとうございます。